株式会社テムザックの榊原です。よろしくお願いいたします。一人乗りのスマートモビリティ、ロデムの、これをベースに車体、この車体をですね、ベースにしまして、自立走行機能や遠隔地からの監視機能を備えた自動配送、遠隔操作ロボット、実機展示を行います。このブースでは遠隔操作のデモンストレーションも行います。1台で物の配送と人の移動モードを切り替えることが可能なロボットの、ロボットの稼働率を上げることで、効率のいい運用をすることが一つ目標があります。もう一つ、GPS や GNS の位置情報サービスを用いた自立走行、5G を活用した遠隔操作が可能です。そしてスマートフォン操作に不慣れなお年寄りも考慮し、荷物の受け渡しなどは顔認証を活用し、非対面非接触での簡単な受け渡しを可能にしております。ロデムは課題を取り替えることで、商品の配送ではなく人の移動、例えばこのような簡易的な椅子をつけることによって人の移動など、 あとは物の移動ですね、あとゴミの回収ですとか団地内の巡回ですとか清掃消毒など多用途に活用できることから、団地内において稼働率を高くすることが可能です。将来的にはテーマパークですとか病院ですとか空港ですとか道が狭く人が多い観光地など一般車両が入りにくいエリアにおける非対面非接触での幅広いニーズを応えることを目標として、さらなる研究開発を進めてまいります。全国的に高齢者の人口の増加が予想されております。 UR 様の賃貸住宅においてもそれが一つの課題となっております。高齢者や子育て世代など抱える生活上の問題に対してロボットを用いて解決可能か需要性などを検証し実施いたしました。 NEDO